暮らし、楽しいお祭り屋さんだよ。作るのが楽しい地域お菓子ですね。できるだけわかりやすく説明しながら作ってみるよ。自分で用意しておくものは、ハサミとセロテープ、それとお水。お水は注ぎやすいコップに入れてね。それからバターナイフがあると便利です。最初は内側のパッケージをハサミで切っていきます。ちょっと切りにくいけど、シンプルな直線なので簡単だよ。クマパップハサミ使うの大好きです。はい、こんな感じになりました。箱に入っているのはバナナの素、チョコソースの素、ポテトの素、つぶつぶの素、リンゴ飴の素、トッピング用のチョコ、爪楊枝、スプーン、トウモロコシの素と大きなトレーだよ。まずは大きなトレーをハサミで切っていきます。三角カップは何回も使うことになるよ。はい、4つに切り離しました。最初に作るのはリンゴ飴。小さいトレーに三角カップ2杯の水を入れます。細かい作業だね。リンゴ飴の素を入れて30回かき混ぜるよ。ぐりぐりっとね。すぐにリンゴ飴の型に流し込んで、固まるまで他のお菓子製作に移るよ。次はポテトです。ギザギザトレーに三角カップ1杯分の水を入れ、ポテトの素を入れます。粉がなくなるまで混ぜるよ。これは結構時間がかかります。粉がなくなったら指で押しつけて、平らにするよ。グニグニっとね。取り出したポテトをまな板の絵の上に乗せて、スプーンで切っていきます。クマプップは小さいナイフを使ったよ。ポテト用のケースを切って、テープで留めるよ。ケースは先に作っておいた方がいいみたいですね。はい、ポテトをケースに入れて、完成でございます。次はトウモロコシだよ。つぶつぶの素を半分だけ、つぶつぶトレーに入れるよ。トウモロコシの素を半分に切って、20回コネコネします。パッケージの絵を参考に大きさを整えるよ。2つとも揃えたら、つぶつぶトレーに入れて、押し付けるようにゴロゴロと転がします。おお、トウモロコシになりました。その発想はなかったわ。面白すぎ。2つ目も同様にしてトウモロコシ完成でございます。最後はチョコバナナです。ギザギザトレーをもう一度用意します。水を2杯分入れて、バナナの素を投入してよく混ぜます。3等分ずつ、バナナトレーに入れて指で押し、形を整えます。先にある程度形を作っておくのがベターだね。続けてギザギザトレーに水を1杯分と、チョコソースの素を入れ、かき混ぜるよ。おお、チョコレートになりました。バナナに爪楊枝を刺して、スプーンでチョコソースをかけます。チョコをつける前に、切り抜いたパッケージをちゃんと広げておきましょう。はい、3本ともうまくできました。チョコのトッピングをかけて、完成でございます。最後にリンゴ飴を型からくり抜いて、丸い方に爪楊枝を刺します。はい、これで全て完成です。わーい、SNS に投稿だ。いよいよ試食タイムでございます。チョコバナナから、いただきマルシェ。おいしい。不思議な味がするけど、バナナの匂いがちゃんとします。次はポテト。これを食べながら映画でも見たいね。あれ？あれれ？パイン味って書いてある。ポテトだと思ってたらパイングミだったでござる。あはは。リンゴ飴はどうかな？うん、おいしい。これはゼリーでございます。リンゴの味がちゃんとしますね。トウモロコシは、あーっと。これはね、柔らかい飴だね。ハイチュウみたいな感じですね。グレープ味です。クマプップが一番好きなのはバナナかな。作るのに30分以上かかったけど、楽しかったです。クラシエさんのチークお菓子はいろいろな種類があるのでまたやってみたいですね。ごちそうさまでした。クマプップ、北極チャンネルでは、食レポを中心にいろんな商品の紹介や楽しいことにチャレンジしていくので、チャンネル登録をお願いします。クマプップのメインチャンネルもよろしくね。